一千万円までは、労働とね、契約メインで資産を増やす。 蓄財初期においては、労働と契約の貢献度ってのはすごく大きいんです。仮に現在の手取り年収を300万円として、年間240万円で暮らせば、毎年60万円貯金することができる。もし、この60万円を毎年5%で投資に回して運用し続けると、約13年で資産1000万円到達。780万円は貯金で、226万円は投資で増えた分となってきます。1000万円という資産額に占める運用益の貢献度って約20%しかないんですね。全体の約80%は、労働と契約によって生み出された資産。労働と契約こそが富を生むって 圧倒的なな真実とということになりますそしてこの1000万円を作ることができた習慣にこそ価値があるんですねちゃんと生活防衛資金も貯めて労働と契約で黒字をキープする習慣が染み付くと気持ち悪くて何があっても赤字なんてしたくないっていう状態になるんですね初めの資産1000万円の道筋確かにしんどいんですよいろんな迷いとか誘惑が出てくると思うんですねだけど蓄財の家庭で身につけまり労働プラス倹約こそまさに経済的な安定安心の基礎っていうわけですね